鹿児島県総一の墓石工場で火事があり、10時間以上経っても燃え続けています。怪我人はおらず、消防が消火活動を続けています。19日午前1時過ぎ、鹿児県総一の墓石会社綾部の工場か、囚人機付近から火が出て燃え5月と消防に通報がありました。消防、な、32台が出て消火活動を続けています。NAHK のヘリコプターが午前10時ごろ、影下映像では火が上がり、煙がもうもっと立ち上る様子が確認されました。さに、見ますと、火が出た時、工場では、作業員10人が働いていましたが全員避難。怪我人はいないということです。上下、200メートルほどのところに光がありますが、火事の影響はなく普段通り授業を行っているということです。